じゃあちょっとおかけください。はい。そんで11月終わりからちょっと体重の声がちっちゃくなってきたと。そうですね。で12月3日にこの病院にレントゲンを取ってもらった。はい。レントゲンを取った時に何かお話ありました？レントゲン処理の心臓大きいとか。甲状腺だとかっていうお金を調べて思いながら行ったんですけど、甲状腺とか腫れてませんってレントゲンの結果なので、なかなか難しいもんね、レントゲンやったら。で、その時はもう口呼吸してたんですか？まあ、今ほどではなかったんですけど、やっぱり声が小さいのが一番気になっていたんで、そこで行ったのと、ちょっとここのところがもともと、なんか1年ぐらい前から跳ねてるってことが、濡れてて、で、はい、最近2週間ぐらいあれを上げてるのでちょっと入ってきましたけど、何を、なんでしたっけ、ネクトンを、ネクトンと、はい、ヨウ素を、ヨウ素を上げてからは割となんか気が入ってきた感じですね。ヨウ素ですね。ヨウ素、あ、ごめんなさい、ヨウ素。それはネクトンの中のいや、別で今は言ってます。ネクトンもいろいろあるんですけど、まあ、要は総合ビタミン的なものですね、ネクトン。はい。で、それ以外に、要素というか、要素はこれですね。ネクトンです。はい、ビタミン、カルシウム、アミノ酸等の微量元素。はい。これですと、この要素。要素です。要素です。要素こういうこと用の市販で売ってるんですか？そうですよ、はい。だから、甲状腺で、これを上げ出したら、それでも入ってきてる方なんですか？結構ないですよね。ないですね。持ってくる方ってことですかね？そうですね。なるほど。で、呼吸、今でもするんですか？妻はだいたい一緒にいるんですけど、はい、3日ぐらい前が一番してて、今は割とする時間は少ないとは言ってます。でもよく見てると今もちょっとはしてますね。はい、完全に口を開けないんですよね。はい、でも食欲はあるけど、サイズではできてる。水割り、水割りを入っていたのと、全体的にちょっと分散するんですね。はい、で、この6月、今だから4歳と6ヶ月、7ヶ月か、はい、4歳と7ヶ月ぐらいですね。わ、はい、かりました。